こんにちは、フリースピリッツです。本日は血まぶえアネリンコード版ラウンドファスナー長財布をご紹介します。大人の男性にぴったりなシンプルながら高級感のあるラウンド長財布です。カワドダイヤモンドと呼ばれるコード版に日本一の染色技術によって水性染色されたアネリンコード版を使用しています。時間をかけて薄く薄く染色を行い、原皮を一枚一枚確認しながら染色を行っています。このグリーンを出すのが難しく、グラデーション仕様となっています。中を開けるとこちらもすごく綺麗な牛ヌメ革を使用しています。外側のコード版の色と中の牛ヌメ革と、あとゴールドのファスナーのコントラストがとても綺麗ですよね。片側をマチをなくしたことによってすごく開閉するので見やすく取り出しやすくなっています。カードスロットは上下と縦に全部で18箇所あります。中にはマルチポケット、マチ付きのタイプとマチなしのタイプと2箇所ついているので、たくさんお入れすることが可能になります。中央に小銭入れがついております。お札はここにざっくりと入れていただくことも可能です。両サイドにも札ポケットがついておりますので、お好きにお使いいただくことが可能です。可動域が広がってかなりたくさんの量を入れていただけるお財布になります。コード版は月1000等分がヨーロッパから輸入されています。その中でも血まぶえのラウンドファスナー長財布が2個取れるのが一番大きな革のサイズでしかないので、とても希少価値の高い革となります。ラウンド財布の中でとても重要とされるポイント、このファスナーなんですけれども、 YKK の最高ランクの滑りの良さを誇るファスナーを使用しています。透明感、輝き、ムラ感を楽しめるのが魅力のアニリンコード版です。薄化粧で染色を行っているのでエイジングも存分に楽しんでいただけます。はい、では今回は血まぶえアニリンコード版ラウンドファスナー長財布をご紹介させていただきました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。